あゆみさん、こんにちは。ギガプロトです。今回は強敵襲来ですね。前回の続きで強敵襲来のタフな者たち、EX2 ですね。 EX2 のチャレンジその1、こちらを、やっていきたいと思います。この EX2 が出てからは、本当にこの EX2 はこの報酬がまあ人によってはしょっぱい、あのアシストのなんか枠を解除するためのアイテムと額縁ですよね。はい、ダイヤモンドコインとかではないので、このこういうね、5個とかね、この EX と普通のチャレンジは、普通にまあどんなパーティーでもいけるみたいな、まあ、感じではあるんですが、 EX2 はね、やっぱね、別格ですね。はい、ということで、今回こちらをやっていきたいと思うんですが、このね、団結の GG がくっそ硬いんです、こいつがね。あの、認知症かってぐらい、ハーミットパープル、ハーミットパープルつって、自分をね、バグかけまくって、防御強化しまくって、スーパーアーマーかけまくるみたいなね、ずっとね、アホの一つ覚えみたいな感じでね、ずっとハーミットパープルって連呼してるんでね、めちゃくちゃ硬いんですよ、こいつ。基本3色では、まず倒せないですね。うん。なんで、僕は今回、挑むパーティーですね。まあ、クリアしたパーティーですね。クリアしたパーティーがですね、一応、お見せしましょう。パーティーが、これですね。はい。孤高の宮本照之助。こちらが、リーダーになってて、まあ、アタックが6万ぐらいあると。で、まあ、有利属性なんで、まあ、これでも、認知症のね、ハミットパブルで、連呼してるね、GG はクソ硬いんですけど、有利属性かつ防御無視の超ダメージが出せますよね、宮本はね。それでワンパンするんですよね。はい。で、まあ、おこたろうですね。おこたろうは、こちらの、覚醒川尻の方で、やりたいと思います。はい、普通にやります。認知症のね、GG はね、あれやってるだけでかなり時間消費するので、覚醒川尻、こっちの方で、時間を巻き戻して、ずっと俺のターンみたいなね、感じで、クリアします。はい、クリアしました。はい。というわけで、まあ、実例ということでやっていきましょう。はい。EX2 のチャレンジその1。これ、ややこしいんですよね、これ。なんで EX2 のその1って、その2とかあんのみたいな。はい、ということで、これやっていきましょう。はい。パーティーが、4だったかな。はい、これですね。はい。で、ミオテルノスケのリーダースキルで HP マックス時に与えるダメージが 25% アップとかもね、あるんで、まあ、かなり優秀ですね。本当に。ここの中では、ミオテルノスケは本当に強いです。はい。というわけで行きましょう。で、今回、ホルホースのバフは別に特にいらないんですけど、まあ、超ダメージの、テルノスケのワンパンで倒せるんで、バフはいらないんですけど、まあ、なんとなく、ホルホース入れてるっていう感じですね。はい。ということで、オートになってた。はい、とりあえず、ホルホースになって、変わって、このザッコをね、倒して、はい。はい、倒したら、はい、認知症の GG でいきます。認知症の GG が。本当にアホの一つ覚えかってぐらい、ハーミットパープル、連呼してますよね。アホかこいつはっていうぐらい。はい、これでひたすら、ここでもずっと耐えるんでね。こいつ頭おかしいですよね、なんか。とりあえずもうドとかもう使ってね、恐怖度を上げて、はい。これで、はい、これでもう倒せましたね。そしたらもう、もうずっと俺のターンです。これで。はい。これでバイザー出すので時間を巻き戻して、はい。また時間、制限時間がまた1分まで戻るんで、はい。ドドドゲージもね、こんな感じで戻るんで、あとはもうおこたろうだけです。これをもう、ひたすら、ずっと俺のターンで削るだけですね。はい。
ボーン、まあ、こんな感じで、はい、でまた巻き戻すと時間をね、はい、こんな感じで、やります。これでずもう余裕で、まあ、まあ、意外でしたね。なんかその個人的にね、ちょっとね、ジジイがね、宮本健介のあの防御無視の超ダメージを入れる前に倒せたのがちょっと今回意外だったかなっていう感じですね。はい、その前に君もおっと、なんてすがすか、まこのキラヨシカゲの勝利だ。もうこのままおこたろうは死んでもらいます。君も吹っ飛ばすからだ。はい、はい、はい、こんな感じで、クリアしました。僕はね、はい、本当にハミットパープル、ハミットパープルでアホの一つ覚えみたいにね、連呼しますよね、ジジイ。やばいっすよね、あれ、クソ硬いんでね。で、ここを勝つ、まあ、まあ、ミオテノス系の場合は有利属性で、まあ、防御無視の超ダメージが出せるっていうので、まあ、僕はやってたんですが、今やった感じ、バフをかけたら、ドドドンモードの、普通のこう、殴ってるだけで、高速で殴ってるだけで、倒せましたね。超ダメージ出す前にね。はい。ということで、まあ、こんな感じで、まあ、クリアできました。僕はね。まあ、前回も言ってましたけど、この EX2 は本当に別格の難しさになってるんで、で、なおかつ、こう報酬もまあ、人によっては、あまり必要のないようなもんなんで、まあ、無理してやる必要はないです。本当にね。EX2 はね。はい。ということで、まあ、今回はね、EX2 の、タフなモンたちをやってみたと。まあ、こんな感じでクリアしてみて、クリアしてしましたよという、まあ、紹介動画でしたね。はい。ということで、まあ、今回はこの辺ですかね。まあ、ちなみにこのカウントアップガシャとか、今来てますけど、このね、カウントアップガシャ、これを、まあ、何回か、マックスまで引けば、こちらのジョジョスペシャルガシャ、スペシャルガシャチケットだけでこう引ける、このスペシャルなガシャ、ですね、ハイディオと、ツンツンヘアの川尻とバニラアイス、これがそれぞれ確率がもうこいつらしか出ない、どれかしか出ないっていうね、もう超スペシャルな、まあまあ、確率的にはもう 33% っていうありえない確率になってるんですが、そのためにはこっちの、まあカウントアップガシャ、こっちをまあ、何回引かないといけないかちょっとわかんないんですけど、まあ、かなり引かないといけないですよね。チケットをもらうためにはね。で、なおかつまあ、この、もう既存のキャラクターばかりなんで、このラインナップはね。もう自分はもう全然、引く気はないです。はい。もう、ハイディオも持ってるし、バーニラスも持ってるし、ツンズヘアのカワシリも持ってるし、まあ、これがね、ここにおこたろうがね、いたりしたら、回してましたけど、まあ、いないで、今回もう持ってるキャラクターだけなんでね、やる予定はないです。はい。もう本当にもう無課金で、もうダイヤもうすでにもう192個とか溜まってたりとか、あとは、10連ガシャチケットですね。これがもう6枚、もう60連できるとかね。で、単発ももう22枚溜まってとかね、結構無課金でもまあいけるっちゃ、結構いけますねっていう感じですよね、本当にね。はい。ということで、まあ、ちょっと脱線しましたが、今回は、タフな者たちの EX2 の、まあ、クソ硬い、まあ、認知症のジジイをね、まあ、メインとして、まあ、倒して、まあ、おこたろを倒す。まあ、僕は、まあ、こんな感じでやりましたよという、まあ、紹介動画でございました。ということで、まあ、今回はこの辺で終了したいと思います。ありがとうございました。